どうも。はい。今回ですね、あれ寝てうるさいかな。今回は命ですかね。命のテーマで。命でいきましょう。気持ちよさそうですね。はい。いや、ユニバー君思い出しますね。ユニバー君を。いや、最近その猫をね見るとね、やっぱまた飼いたいなっていう衝動に駆られるんですけど、まあ命ってどうですか。命、うん、命ね、限りある命どう生きてますか。なんかもう2019年もね、もう終わろうとしてるわけじゃないですか。え、吉田さんまだ半年以上ありますよみたいな、そう思われたあなた、いや終わるよすぐ。だって2019年始まってから、あ、もう5月ですよ。4ヶ月過ぎてるんですよ。やばないですか、うん、命っていうのはどんどんその時間が経つっていうことは、命がどんどんなくなってるってことですよ。これね、だからどう考えるかによって、どう受け取るか、その現象をどう受け取るか、どう考えるかによって全然その後のアクションが変わるんですよ。あー、時間が過ぎちゃったっていうのか、あ、命がなくなった。もう一度言いますね、これめっちゃ大事なフレーズなんで、時間がなくなったと思うのか、自分の命がなくなったって思うのかによって、そのパワー、なんかやろうとするパワーって変わると思いません？多くの人は時間がなくなった、時間が過ぎ去ったとかね、ああもうこんなのか、時間がないとか、時間なんですよ。じゃなくて、時間イコール命なんで、そのなんだ、命がなくなったって考えた時に、多分今やるべきことをやろうとかね、これから挑戦しようとか、限りある時間、あの命の中でなんかできないかっていう風にやっていくと思うんですよ。だから結構ね、この命っていうことのフレーズに転換した方が、行動できない方は、うん、行動しやすくなるんじゃないかなと思います、うん、だから僕はそのユニバー君拾った時にですね、まあすぐね病院連れてったんですけど、その、まあ、検査した時にね、猫エイズですって言われて、なんか白血病とエイズ検査をしたんですよ。で、白血病はなくて、でエイズ持ってますっていう、エイズっすかみたいな、エイズみたいな。で、僕その、ね、猫にエイズがあるなんて知らなかったんで、どういうことですかみたいな。で、聞いたら、その猫エイズっていうのは、まあその発症したらもうやばいけど、発症しない場合もあると。で、それは猫のストレスによったりとかいろいろあるけど、まあしょうがないけど、まあ発症しない場合もあるよみたいな。まあ人間もそうだと思うんですよ。猫、じゃあ人間もエイズにかかってすぐ死ぬのかっていうと、徐々に、だからエイズにかかっても10年生きる人もいるだろうし。そう。だからそれをね、パッて聞いた時にね、ファッと、僕は青ざめたんですけど、まあ知らないから、なんかエイズイコール死って感じじゃないですか。で、まあ僕が拾った、そのユニバー君は、猫って何年生きるのかな？だから、なんだ。多分ね、まあ、その具体的な年齢は分かんないんですけど、だいたいその4歳から5歳だったのかな、その、動物病院の先生の見解によると、多分4歳、3歳、5歳、まあそのあたり、4、5ぐらいですかね。で、猫って多分13年ぐらい生きるんですかね、10年とか。だから要はそれを考えた時に、この子はまあそのエイズをかかったらね、ちょっとやばいですけど、あと5、6年、7年かなっていうとこで、あ、5、6何年しかこいつ生きられないんだと思ったら、お、来た、ちょっと寄ってきましたね。ユニバー君みたい、ユニバー君みたいですね。ユニバー君みたいです。寄ってきました。ユニバー君みたいな。おい、暑いか。あ、多分暑くなってきたんですがね。よいしょ。こいつなんかね、天然パーマなんですよね。だから風呂、こうなんかカリッカリっすね。カリッカリ。どうもー。小太郎だな、お前は。小太郎。ちょっ
っとあの日陰になってる感じで多分来たんですけど。よいしょ。まあまあまあ、だから時間イコール命ですから、うん、こいつも結構ガリガリやな。ユニバー君と同じくらいな感じですかね。ユニバー君も拾った時こんなガリガリ、結構だいぶガリガリだったんで、結構なんかガリガリじゃないですか。ここら辺なんか、うん、鼻息が荒いね自分。まあ拾ってあげることがどう、そう、あとねちょっと感じたのが、ユニバー君が一回逃走したんですよ。逃走、まあ散歩してたんですけど逃走しまして、でも結構まあね、なんだ、結構懐いてたし、うん、でただちょっとあれ忘れないですけど、なんかその散歩してたんですけど、まあ、あの首輪みたいにしてて、じゃあなんか ユニバー君がなんか助走を始めたんですよ、こうやってシュッ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 、なんだこいつの、でブーンみたいな、でグルルルみたいな、うわーっつって紐が溶けて、溶けるのこれみたいな、マジでみたいな、ブワーって回ってうわーみたいな、ドワーッと走ってって、あのね、次長課長の小太郎だったか小滝、なんかあのかそれ見た時に、あ、何が自由なのかなみたいな、なんかこいつは野生で生きた方が自由なのかなとか、人間のエゴなのかなとか、いろいろ考えましたけどね。またそれの後ろ姿を逃げていく、まあ結果的にまた見つかったんですけど、あの後ろ姿見た時に何がこいつにとって幸せなのかなっていう、まあ人間に飼われると、まあそのある一定の場所でしか動けないじゃないですか。でも飯はあるわけですよ、飯には困らないわけですよね。でその寒いとか暑いとかもしのげるわけじゃないですか。だからここだったらね、夏場とか多分暑いだろうし、うん、でご飯も自分でね見つけないといけないんで、だけど人間に飼われるとご飯の心配はない、だけど自由がない、これどっちがいいと思いますよ。これ結構ね永遠の課題なのかなと思うんですけどね。どっちが猫と喋れたらね、あれですけど、あの後ろ姿見た時は本当にね、ちょっとあの考えさせられましたね。ブワーブワー、もうほんとすごかったよ、ブワー走ってきましたからね。あれ俺結構あの餌あげて結構こいつのために結構金払ったしなみたいな、ちょっと悲しかったですけどね。で探してたんですけど、探しててでもういいやと、もう見つかんねえやってしょうがねえなって、それ分かんないですね、もうブワー走ってたから、もう追いつけなくて走ってたんですけど、どこ行ったか分かんなくて、でちょっと探したんですけど分かんなくて、でその後じゃ最後にライブ放送しようと思ってライブしたんですよ。でライブしながらユニバー君逃げましたみたいなライブしてて、こうライブしながらこう歩いてたら、最後らへん10分ぐらいライブしてて歩いてたら、あれみたいな、あれなんか黒い、あれもしかしてみたいな、じゃあなんかこのなんかこんな、あのなんだ、草の中の隠れてたんですよ。でユニバー君って黒なんで、あこんええみたいな、あおったみたいな。だからライブしてなかったら、もう完全見つけられなかったんですけど、見つかったのも奇跡なんですけど、なんかその木陰に隠れてこうやってたんですけどね。まあ結果的にね、ユニバー君はあの発情期になりまして、まあ、すげえうるさくて、まあ、僕もうるせえなと思ったんですけど、絶対来るだろうなと思って、まあ、そしたらあのご近所さんからあのクレームが入りまして、大家さんから電話あって、いや猫出してくださいみたいなクレーム入りましたみたいな。でまあ今はね、引き取っていただいて、里親ですかね、引き取っていただいて、まあ暮らしてるわけなんですけど、まああれも僕の人生の中でいい経験でしたね。生きてるといろんなことありますね。そう、なんかこいつはなんか ユニバーキッスですね。なんかユニバー君みたいだね。ユニバー君もねこんな感じでね寄ってきたんですよ。な、野良猫って基本的に、なんか人間が行くと逃げるじゃないですか。寄ってくるとあんまなくないですか。
とね拾っていきたいですけど、拾ってってそれも人間のエゴなのかなっていうところもあって、なんか非常に難しいですね。本当に難しい。そう、まあそのね、あやさんがね、その動物の殺処分ですね、殺処分に関してなんか活動して、将来的にちょっと活動したいっていうことを言ってたんですけど、僕もね、まあ最後死ぬ前に一回猫飼いたいなと思ってて、その飼うときは次の日に多分殺処分されるとか1週間後に殺処分されるっていう、なんかまあ全員はね飼えないですけど、そこのなんだ管理してるところって全国にあると思うんですけど、そこで猫1匹もらえるのかな、わかんないですけど、預かって育てようかなとは思ってますね。うん、だってまあ僕が多分預からなければ、まあもう死が確定してるわけじゃないですか。だからその死が確定してる猫を拾った時に、その猫はどうなのかなっていう、だからなんだろうな、嬉しいのかなって、まあまあそれまた物語が始まると思うんですけど、僕とその猫の、うん、なんかそこでまた感じることもあるだろうし、どうすかね、どう思います、1週間後に死ぬ、明日殺処分されるっていう命があって、その命を拾って、それはエゴなのかどうなのかっていうところも、どうなんですか、エゴですかね、それどうなんだろうな。まあそもそもね、まあ捨てられてたりとかしてるのも人間のエゴですね、飼って捨てられてるし、もう全部人間が悪いんですけどね。野良猫って、猫ってまあペットで捨てられた猫もいれば、本当に野良猫っているのかな、もう完全な野良猫、それ野良猫だと虎猫なのかな。だから命についてはね、まあ重いテーマでもあり、真剣に考えないといけないテーマかなと思いますね。で、あやさんはその肉をね今食ってないんですよ、肉を。で、まあご飯とか食べに行くと、そのまあ知ってるんで僕も、でその肉屋さんには行けないんですね。だから、あ、ここあやさんここ肉出ないぞみたいな、え、吉田さんそうです、肉みたいな。そう、あやさんが肉を食べなくなった理由は、もともと食べてたんですよ。ただその人間のエゴで、例えば、なんだ、フォアグラだかな、フォアグラとかもカモをわざと人間が太らせて、でなんかやって殺して食ってるんですよ。だから人間のフォアグラを、確かフォアグラってそうだと思うんですよね、人間のエゴでやたら食わせて太らせて、でそれを殺して食べるみたいな、なんかそのね、フォアグラとして調理されたカモなのかな、ちょっと分かんないですけど、その鳥さんは何のために生まれてきたんでしょうね、人間のために。でもね、これを自然界でまた大きい視野で考えると、また面白いというか、そのサファリ砂漠とかの弱肉強食のあるじゃないですか。でそこではライオンがシマウマを殺して食ったりとか、もう弱肉強食が起こってるわけです、自然界でも。でじゃあ自然、その弱肉強食っていうフレームで考えた時に、人間の方が知恵もあるし、パワーも知恵があるんで、だから強者じゃないですか。だから弱者を、まあ、殺して食べるっていう、だから自然界でもそれが起こってるんで、ただやりすぎなところがあるのかなっていうところですよね。うん、そう、だからこれはね非常にも難しい問題でもあるんですけど、ただ、まあ、まとめるとするならば、この世に、この地球に生まれてきたことに、ことっていうのが、まあ、奇跡ですし、まあ、その奇跡をどう生かすか殺すかは、まあ、自分次第かなっていうところですね。もう日本に生まれたこと自体で奇跡だと思うんですよね、僕は。平和じゃないですか。めちゃくちゃ平和ですよね。戦争ないし。日本も昔はね、戦争してた時期がありましたから、その時期に生まれてたら、ね、ミサイルで殺されてたかもしれないし、そう考えるとこの時代に生きてること自体が奇跡なんで、この奇跡をね、まあ生かしてほしいなと思いますね、うん、やれないことはないですから、まああとはまあ時間をどう捉えるのかですね、命がなくなったって捉えると
より前進しやすいんじゃないかなと。だから命が絶える前に自分が何したいのかとか、どんなことしたいのかとか、どんなとこ行きたいのかとか、何を手に入れたいのかとか、まあそういうのが明確になってくるんじゃないかなと思います。だから僕はもう3年、あと3年って言い続けて、今はキャンペーンやってますけど、このコンテンツ販売っていうのはあと3年で終止符をつけたいと思ってるんで、まあ毎月こうリリースするっていうのも、もうやらなくなると思うんで、あと3年ですね。あと3年のうちにしっかりとコンテンツ販売やりきって、まあ、サポートはもちろんしますよ。サポートはするんですけど、毎月なんかやるっていうのは終わりにしようと思ってますから。はい、ということで、小太郎くんが動かないですね。小太郎くんが動かない。では終わります。あ、LINE、YouTube の下に LINE 入れときますんで、キャンペーンの詳細に関しては LINE の方で送りますんで、よかったらご視聴、登録しておいてください。では。